あなたも驚く。ヒラノ仕様のファッションの裏に潜む意外な真実。ルイヴィトンの1791ドルの靴。ヒラノ仕様の贅沢な足元の真実。ヒラノ仕様さんのファッションは常に話題になり、SNS でも注目を集めています。彼がゴートのミュージックビデオで着用した衣装もその一つで、ルイヴィトンが日本のブランドアンバサダーに選ばれた際のコレクションの一部です。そのアンサンブルは、ワークウェアからインスピレーションを得ており、 ダミエラッシュパターンを特徴とする洗練されたフール織物で作られています。この衣装は非常にシンプルに見えますが、平野修行のような才能ある人が着ることで、徐々に上品になり、見る人を魅了します。このコレクションは、ワークウェアからインスピレーションを得たもので、ダミエラッシュパターンを特徴とする洗練されたフール織物で作られています。 レタリングと組み合わされた高額効果が特徴で、アウターと組み合わせることでトレンド感のあるスタイルに仕上がります。残念ながら現在は在庫切れですが、動画に掲載された写真の商品を見ることができます。この衣装はシンプルながらも、平野紫耀さんが身につけると上品さが際立ち、見る人々を魅了します。彼はまさにファッションの王様と呼ぶにふさわしい存在です。さて、この衣装だけではありません。 彼の足元にも注目が集まります。次は、ルイ・ヴィトンの靴です。1791ドル、USD という高価な価格でありながら、この靴は LV のシグネチャーパターンを施したレザーロゴスニーカーで、履く人の品格を示し、持ち主の身長を高めます。確かに、私たちの給料では、このような商品を定期的に買い替えるのは難しいでしょう。ヒラの仕様のように美しく着飾るには、ハンサムであるだけでなく、 才能があり、特に裕福でなければなりません。しかし、このような高価な衣装やアクセサリーが一般の人々に与える影響について考えたことはありますかファッションは個性を表現する素晴らしい手段ですが、高価なアイテムを求めることが必要でしょうかそれとも、本当に重要なのは服や靴の価格ではなく、自分らしさを表現することなのでしょうか例えば、私の友人の一人は、他の服や靴にはあまり興味がありません。 彼は自分のスタイルを確立し、そのスタイルを忠実に貫いています。彼は高価なブランド品を持っていないし、必要も感じません。彼の自信や人柄が彼を魅力的にしているのです。それに対し、もう一人の友人はファッションに熱心です。彼は毎月の給料の相当部分を服や靴に費やしています。彼は最新のトレンドに敏感であり、常に周囲から注目を浴びたいと考えています。しかし、 そのために多くのお金を使うことになり、経済的なプレッシャーを感じることもあります。講カレーを見ると、ファッションに対するアプローチは個々によって異なることがわかります。価値観や目標に応じて、ファッションを楽しむ方法も異なるでしょう。したがって、平野史洋のような有名人が着用する高価な衣装やアクセサリーに注目するのも良いですが、自分自身のスタイルや快適さを大切にすることも忘れてはいけません。 ファッションは自己表現の手段であり、価格ではなく自分らしさが重要です。では、あなたはファッションにどのようなアプローチを持っていますか価格よりも大切にしているファッションの要素は何ですか